その声は。厄介な野郎に出くわしちまったぜ。けど洞窟の中よりは運がいいんじゃない？ここなら全力で暴れても崩落の心配はないんですね。はあ、ズメイを前によくそんな余裕でいられるよね。アレット、あなたもだいぶ落ち着いているように見えますが。この短期間でいろいろ慣れてきちゃったよ。それにさ、この前めちゃくちゃ炎を吐かれたの、すっごいムカついてるし。ディーボルトさん、戦いましょう。みんなでズメイを倒しましょう。みんな、行くぞ。仕方ないですね。
します。これでどうだ。これを使おう。オーラの弱点は多分あそこね。私に打たせて。そのまま行け。破れそうだぜ。狙い撃ちです。やります。すぐに使います。復活。もう怒ったぞ。ソフィン、背中は任せて。これでそこが弱点みてえだな。おい、アレットちゃん、俺にやらせてくれ。これを食らえ。これを使おう。守ってみせる。
い、無茶すんじゃねえ。ここは用心棒に任せろ。ラリゼルさん、手伝うね。あげるわ、お礼は不要よ。これとか効きそう。援護は任せて。これでどうだ。これを食らいなさい。あそこが弱点、私が行こうか。樽の力を見せちゃうよ。オッケー、あれだね。しまったぜ。少し強くなれた気がします。まだ私は強くなれるということか。とどめだ。待て、ズメイ、逃げるな、ズメイ。くそ、ディーボルトさん。それ、天候操作に必要な道具を作るための素材よ。ズメイが落としていったみたいですね。まさか、こんなものを持っていたなんて。ディーボルトさん、聞いてもいいですか？ズメイとディーボルトさんの間に何があったんですか？ずっと昔のことだ。私は、ある王国に仕える騎士だったのだが、ズメイとはその頃からの因縁だ。それってエルデビーゲに来る前からってこと？ああ、奴は私が仕えていた国を襲い、多くの民と仲間たちの命を奪っていった。討伐はできなかったのか？撃退はした。だがそれ以降、ズメイは二度と姿を現すことはなかった。ただじゃ済まないと学んだんですよ。かなり知性の高い竜のようですからね。奴に奪われた民も仲間ももう帰らない。だが私は彼らの無念を晴らさなければならない。それが私の目的であり、残された者の役目なのだ。すまない、暗い話をしてしまった。先を急ごう。
フィーさん、元気出して。私、悪いこと聞いちゃったかも。んなことねえよ、聞いてよかったんだ。じゃなきゃ力になってやることもできねえだろ。ラミゼル、ディーボルトの目的はズメイを倒すことなのでしょうか。どうしてそう思うの。彼からは何かこう迷いを感じる気がして、もしかしたら彼も自分の目的を、夢を見失っているのかもしれませんね。へえ、よく見てるのね。ちょっと意外だわ。そうですね、まあ私も彼と同じですから。見つかるといいわね、彼もあなたも。見つけますよ、絶対に。